リンゴルフをご視聴の皆さん、こんにちは。ミクです。カメラマンの山ちゃんです。大阪なんですよね。大阪です、はい、今回ゴルフ場は、はい、泉佐野カントリークラブ3コースありまして、稲倉コースをこれから9ホールラウンドしてもらいます。はい。おたぬきだ。え、あ2匹いてる。ちょっとゲームを用意してるんですよ。15マスですね。取りました。アマゾンギフトカードをプレゼントしてます。じゃあ行ってきます。行ってきます。パー5。はい。いやでも全体的に広くていいですね。はい、打ちやすい、うん、左ドッグなんでやや右目で行きます。うん、うん、いい感じですかね。いいですね。次打ちやすいですね。はい、今日ドライバーがずっと当たってるから良かったです。うん、140ぐらいですね。うん、もうちょっと右に行ってればね。ね、右ね、あの木が邪魔にならなかった。はい、狙ったところになかなか打つのは難しいですね。どうするの。でも狙いたい。もう近づけばいいんで。うん、はい、木当たるかな。うまく抜けてほしいね。はい、まあでも手前にでも落ちてくれたら。いや、気に当たらんことを祈ってピン狙います。140だったんで6番で行きます。あ、でも気には当たってないんだよ。そうっすね。狙うどころか全然ダメですね。それはね、用意したかったトークで。なんか抜けたか、あの、あ、当たっちゃったの、どっちかの、そう、トークを構えてたんだけど、ごめんなさい。出直します。出直します。まあでもさ、ミスショットだけど、そうそうそう。打ちやすいから。いいミスショットだよね。はい。怪我しなくてよかったです。はい、よかったです。まだね、とはいえですよ。とはいえ？とはいえまだ、だってこのパー5だからね。そうですね。これ3打目だよ。でももったいな、もったいない。うん。はい。よかった。ちょっと右でしたね。カラーかもしれない。カラーどころか落ちてるかな。あ、乗ってる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 。よかった。おお。うん。しっかり。あー、止まって。あら。切れちゃった。ボギーです。はい。スリーパット。お。うわー、ショック。チェックついちった。チェックついたけど。スリーパット。あれもつけてたっけ、スリーパッド。スリーパッド初めてです。おー、4パッドはしたけど。まあまあまあ、あれ行こうよ。質問回答。はい、質問回答。落ち込んでる、あの、暇はないか。はい、質問ですね。はい、はい、インスタで募集した質問に、はい、じゃんじゃんご回答お願いします。じゃんじゃん。結構いっぱい、なんか10件。いや、10件も来てないと思う。そんな来てない、はい、でもそれに迫るぐらいなんか来てそうなんで、はい。好きなクラブは何ですか。はい、とやっぱりドライバーです。うん、はい、今日いいもんね。今日いいですね。バチバチ当たってるしね。音いいしね。はい、ドライバーが好きです。はい、で、ゴルフ以外の好きなことは何ですか。好きなこと、でもおしゃれするのは好きです、すごい。はい、かわいいです。彼氏いるんですか。お彼氏はいません。え、何。いません。あ、いません。今いますって聞こえた。いや、いません。滑舌が。どうしたらゴルフ一緒にラウンドできますか。あ、そうですね、もう、あの、なんていうの、まあ、友達とだもんね。そうです ね、お父さんとか、うん、お友達と言ってるんで、うん、知らない人ってなったらもうコンペとかですかね。あ、じゃあ偶然会ったら、はい、あれなんで。コンペもでも出るんだ。
コンペは、はい、あの、うん、お誘いいただいたら友達のね、はい、出てます、うん、これ知り合いだけのコンペってよりもインスタで集まったコンペみたいなのも出たりとかする時ある？あ、はい、あります。あ、じゃあどっかでもしかしたらあれだね、あれみくちゃんじゃないってだって思えたらあるかもしれない、ね、はい、はい、小次郎の自己紹介お願いしますって小次郎私のワンちゃんがお、はい、いるんですけど、うん、めっちゃ溺愛してるワンちゃんがいてて、小次郎くんって言います。何犬なんですか？ミックスでチワワとトイプードルの。おー、はい、なんか可愛い、可愛いかもしれない。いや、めっちゃ可愛いです。小次郎小次郎くん、4歳です、はい、どんなタイプの女性が嫌いですか？すごいですもんね。どんなタイプの男性が好きですかじゃなくて、はい、どんなタイプの女性が嫌いですか？嫌いですか？でも嫌いっていうか、うん、あのちょっとこう、なんやろ、声をかけづらいっていうか、あ、自分がちょっとこう、はいはい、うんってなっちゃうのはタイプっていうか分かんないですけど、あの顔が綺麗な人、なんかこう美人な人は、あ、表情があれか、キリッとしてる人、キリッとしてるんでちょっと話しかけづらいなっていうのはあります、まあ、もちろん話したらね、あれなんですけど、まあ嫌いっていうかちょっとこの距離感が難しいっていうかね、はい、ですね、話してみると嫌いなタイプって難しいですねありがとうございます、はい、じゃあまだちょっとあるっぽいけど、はい、また時間見つけてお願いします。はい、はい、お願いします。キュン、くしゃみいただきました眩しくってまっすぐ狙います。あ、引っ掛けた。あ、ギリ残ってるかな。残ってます。うわ、打ちにくい。うわ、今日初めてあんなん出ましたね。おー、ちょっとぼっくりがいっぱいいる。ぼっくりがぼっくりがいっぱいですねぼっくりが、ポンと出すだけでちょっとぼっくりちゃんをどけます。はい、整備してくださいいっぱいあるしゃ、6番でポンと出します。よいしょ、うん、次打ちやすいかな。残り77ヤードです、はい、軽めに。おー、おー、いいですね。これいいんじゃない？よかった、よっしゃ結構寄ってると思うな。寄ってたらいいな。よし、ワンパットで決めたい。おお、お、これは入れたいな。強気。よかった。ミスです。はい、ありがとうございます。パーですまあ、いよいよ9ホール目なんですけど、はい、質問、質問まだまだあと数件あと、はい、数件あるんで。どこに行ったら会えますか？おでも全然、どこに行ったら。ゴルフやってればさっきのね、はい、ちょっと前の回答のコンペでどっかでね、そうですね、会えたらねっていう感じだったけど、まあ、でも私大阪なんで周辺のゴルフ場に、はい、行きますぐらいですかね。あと練習場とかですか？見かけた時に、はい、あ、ミクちゃんだって声かけられても大丈夫なの？あ、全然大丈夫です。それは大丈夫なんだ。はい、もうただのね、あれもそんなにいいんじゃないで、はい、終わった後とかに今日いましたかとか連絡もらったことはあります。じゃあもし見かけたらゴルフ場で、はい、お願いします、はい、ちょっとあのこれお友達なんですけど、はい、友達から来てんの私の声はどうしてそうなったんですかっていうよくわかんないけどなんか声が結構アニメ声とか言われるんですよ。ああ、なるほどね、はい、可愛こぶってるとか言われるんですけど。ああ、なるほど、そういう風に、そっか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 、捉える人もいるんですね。はい、でもあの地声っていうか、はい、これが普通なんです。うん、まあそうだよねはい、もうずっと
これでやってます一緒にラウンドするメンバーはどんな人がいいですか？うん、でもやっぱりなんかスコアも大事やと思うんですけど、スコアでこうなんやろ、感情が左右されない人がいいですね。結構楽しくもありたいっていうのがあるから、私はちょっとあの機嫌悪いかなとかなったらちょっと気遣います。はい、だから楽しく回れる人がいいです。はい、ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。なんでそんな可愛いのって。おお。恥ずかしい。でも人それぞれですもんね、可愛いと思うのは。ありがとうございます。ご質問いただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱ結構ね、僕から聞くのも難しいのも結構あったりして。はい。そうそうそう。そう、やっぱまあありがたいです、こういう質問。ありがたい。はい。まあ回答もありがとうございました。はい、ありがとうございました。短めですね、最後、はい、優しい。もうまっすぐ狙って打ちます。うん、いいよ、伸びてる。お、いいですね。はい、よかった。なんかすげえ笑顔なんですけど、はい、ジョージ、はい、構えてる時はすげえ真顔でもうすげえ真剣になってるって思って。いや、もう真剣ですよ、だってそういうとこ見てたんですね。いや、たまたまなんか、はい、ゴルフはもう真剣に頑張ってます。いいショットです、本当に。あ、ありがとうございます。今日はちょっと割と良かったです。え、なんか学生の頃部活とかってやってたんですか？なんか続いてないですね。運動はなんかいろいろしてたんですけど、バスケとか、はい、水泳もやったし、あとはバレーボールで、ソフトテニスもしてました。なるほどね。はい、なんか全部かじりかじりですね。ゴルフが一番続いてます。なるほど。はい、でも運動するの好きです。65です。58度でいきます。はい、ナイスなんだけどさ、うん、今日1日見てるとさ、はい、なんか安定しすぎてさ、はい、ちょっと驚きがちょっと、もうちょっと喜んでください。当然になってきちゃった。もうちょっと行きたかったなみたいなさ、そうそうそう、それを感じ取って、はい、なんかまあいいでしょう。入れ。うん、なんか強めでまっすぐでしょ。もうそうですね、ほぼまっすぐ、ね、強すぎた、うん、ちょっとこれ入れたいな。ナイス、はい、優しくパーでーす。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、みくちゃんお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。 120% スマイルで、はい。まあ、構えた時結構真面目だったからだったんですけど、はい、ゴルフはね、真剣にやってます。スコアが、41でした。おはい、で、ゲームの方が17個クリアで68ポイントです。ということは、はい、今回のミッションゲームはクリアということで、はい、玉木君プレゼントも持ってます。はい、持ってます。ありがとうございます。はい、いただきます。はい、あ、で今回そう池がなかったから、はい、あ、そうですね。あのサービスというか、そもそもないんでプラスで入れてるんですけど、はい、そう、よかった、無事クリアして、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、撮影ということですっごい緊張したんですけど、まあ、でも割としっかりゴルフができて、はい、で楽しかったです。スコアも、まあ、まとまったかなと思います。はい、楽しかったです。はい、
まあそんな感じで、まあ、今回はあの、まあ、ちょっと僕が大阪出張っていうような感じで、はい、大阪のゴルフ女子のみくちゃんに出演いただきました。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、まあ、あのこの企画とかなんかみくちゃん良かったよっていう風に思ってもらえたら、まあ、ぜひいいねとか、あとコメントとかもしてもらえたら嬉しいです。はい、はい、嬉しいです。お願いします。ありがとうございました。